せーの、皆さんお疲れ様です。はっちょこです。えりなです。えりなです。お願いしますそうなんですね、カラコンを紹介していきたいと思います。思います。と、じゃあ最初に紹介するのはこちら、今つけてて、こっち側がつけててこっちらがんなんですけど、 Be Heart Be っていう楽天で買えるやつなんですけど、それの202ブラックみたいな色ですね。これはめっちゃ本当に自然すぎて、つけてるって本当に気づかれない。こちらがん、こっち入ってる、え、自然、めっちゃ自然だけどちょっとこう大きくしてくれる感じがある。うん、から本当にめっちゃおすすめのカラコンです。こちらは、はい、今両目こちらつけてます。こんな感じで気づかれずに漏れるので、校則が緩い学校とかね、だったらいいかなって感じです。じゃあ次私行きます。こんな感じ、なんか青っぽくない？それ結構、そうだね、ちょっと青みがある。グレーって結構怖い感じの印象に仕上がりそうだなって思うんですけど、これだったらもう黒コンみたいなテンションで使えるので結構いいかなと思います。はい、こちら3個目で、こっちがつけててこっちが裸眼なんですけど、レンズミーのシルクアンプル3かブラウンのブラウンなんですけど、なんか全然ブラウンに見えない、グレーっぽく見えるかなって思うんですけど、こんな感じです。縁はそんなにくっきりしてない感じですね。両目入れるとこんな感じです。なんか今日のメイクと合うかもしれない、オレンジっぽい感じ。いいね、透明だと。かわいい。こんな感じです。これはね、アイナチュラルミーっていうやつで、つけた感じね、チュルンとしててね、つけやすかった。思ったよりもすごい自然で、普段使いとかにめっちゃいいな。これちょっともう片目つけてみます。はい、両目つけた感じはこんな感じです。めっちゃつけ心地いい。これすごく自然でつけやすいのでいいと思います。結構気に入った。私が紹介したのはどっちも1ヶ月のレンズなので、1ヶ月間まあ毎日使うって感じなんですけど、この今つけたやつ以外にもおすすめのものがあるので、そちら概要欄かこの辺に適当に貼っとくので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいかなと思います。最後のカラコンこんな感じです。こちらはオーレンズのストーンベリーっていう種類のカラコンのグレーなんですけど、なんか最初さっき紹介したやつより青みっぽい感じのグレーで、なんかもう違いますね。ちょっと両目つけていきます。こんな感じの、しっかりめにグレーって感じですね、うん、さっきよりは。すごい相槌打ってくれるじゃん。こんな感じです。透明はこんな感じ。なんかグレーのカラコンってなんか縁がないやつだと結構なんだろうね、黒とかよりは全然目がそんなに大きくは見えないかなって感じなんですけど、なんかいつもと雰囲気を変えるとかだったらすごいおすすめですね。グレーでもいろいろ種類があるので見てみてください。はい、お疲れ様でした。なんか韓国の2人で旅行に行った時にオーレンズに行ったんですけど、なんかワンプラスワンで売ってて、うん、カラコンが、うん、でもなんか2人ともなんかワンプラスワンいいけど、なんか1人で2つはいらないよねみたいな感じになったから、なんかその店員さんに、なんだっけ、あの度数違くてもいいですかみたいな、1個ずつって言ったら、度数違くても大丈夫ですよみたいな変えたので、めっちゃありがたかった。だから友達と一緒にいた時、なんか1個ずつ欲しいなみたいな時もいいかもしれないですね、うん、はい、はい、という感じで今回は韓国のカラコンを紹介してきました。はい、はい、いかがだったでしょうか。割とね、やっぱカラコン変えるとガラッとなんか雰囲気も変わるので、うんうんうん、メイクとかなんか楽しくなるかなみたいな、なんかすごい言ってるんですけど。というわけで今日はこの辺で終わります。よろしかったら高評価とチャンネル登録とインスタのフォローもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。